ちはブラザーズブッシュプラクトドキーです。あと撮影者ナマロンです。なんでかぶつえっとですね、今日はなんだっけ、あの Google プラスのコミュニティの、プラストジャパンのですね、4月の課題でトライスティック作りというのがありまして、そいつの素材集め兼、まあ、実際にやってみるためにちょっと山に行っております。ちょっと歩いてなんか良さげな場所を探しつつ行こうかなと思って、散歩ですね。はい、ちょっと生っぽいですけど、あの倒木から割と比較的まっすぐなあの棒が取れたので、これを使っていきたいと思います。生ってほとんど生ですね。じゃあなんだっけ、7つ今回は7つだね、の、のちを切っていきたいと思います。で、あの目標タイム7つなので7分って言いたいところなんですけど、まあ全然自信がないので7つで10分を今回の自己目標にしたいかなと思います。さてどうなるか。じゃあナバロンさん、準備できた教えて。いいよ。ちなみにナイフとかってくればいいかな。じゃあ最後に入れましょう。じゃあ、準備 OK？ はい。じゃあ、いくよ。はいはい。レディー、ゴー。はい。まずエンドカット、次 V の字だっけ。はい、で次がラチの字、ラチの字。すげえ近くに作っちゃった。はい、で次がサドルノッチです。サドルノッチの次何だったっけ。次はねポットフックノッチだね。
かかってるでしょ今。うん。途中経過教えてくれんの？教えてほしいの？微妙だね。すごいギリギリになっちゃった。これは脳幹でちょっとここの深さが足りなかった。限定一段で最後ラウンドリダクション。ラウンドリダクション。ラストだっけこれで。ラスト。今何分？教えてほしいの？終わり。はい、終了。はい、何分タイムはね、うん、8分1秒78。ああ、おまけした8分かな。まあまあかな。まあ当初の目的は、目標は、目標は一応は達成したかな。はい、あ何プラス10秒でちょっとここ気に食わなかった。はい、はい、こんな感じでとりあえず7つ
ですね。でまたこの後多分この動画の後に第3弾第3弾として2人で弟と1泊2日のキャンプに行ってきましたので、まあ、そっちの方でもこれの練習としてトライスティック作ってる、これの他にもいくつか作ったので、またちょっと簡単にですけどご紹介できると思います。じゃあ一旦ストップで、はい、じゃあロイキン編は終わりということで、じゃあ8分だっけ、8分10秒になりました。まあ目標タイム10分だったので、これにしてはいようかなぐらいです。ありがとうございました、はい、お疲れです、はい。はい、ではナバロン編、はい、変わりましてナバロンです、弟です。トライスティック作るの何本目でしたっけ。トライスティックって言われるのを作るのはほぼ初めて1回だよね、2回目だよね、まあ、ほぼ2回目じゃあ初挑戦の人がどんな感じになるのかってことで、まあ、今回はもうタイムで できれば十分ぐらいな気持ちで、はい、じゃあいいですか、はい、あ、ちょっと待って、ストップウォッチ一応用意しようか、はい、いいですか、いいよ、用意スタート。さて一発目のこの折るっていう作業指は切んないでくださいね、うん、途中結果教えてほしい？ん？いやいいよ、普通に興味ない強がり？うるせえな、分かってるからさあ、じゃあ今この切ってる間をちょっと有効活用してる。前回の動画とかで土地の許可とかのことで気にされてる方がいたので一応ご説明をと思いまして、ですね、前回あと次回あげるキャンプもどちらもですね河原でやってます。河原はですね国民が自由に利用できる場所ということで、まあ、私有地とか占有地でない限りですね大丈夫ということで、まあ、地元の関係省庁に連絡を取って確認をして焚き火もキャンプもできるよということでOK をもらってますので、そこはご安心を。で今来てるこの山とか、あとまた今後出てくる森とかですね、まあ、田舎なんで親戚だの友達だの探せば土地を持ってる人は結構山にいるので、そういったところでお酒持ってってよろしくっつって許可を取ってますので、今後ともご安心して見ていただければと思います。以上ご説明までといったところで、お、丁寧にやる系？そう、まあ一発目だからさ、移住地とか言ってらんないからさそれはもう慣れた人がやるんだけどさ、つっても俺もそんなにまずはできることから始めると、うん、はいはい、あ、ちなみにまああとは編集でストップウォッチとかタイム入れますけど、今のところ言うんだこんな感じです5分経過、もうか、うん、さあ、はい、10分経過です、はい、今ポットフックがもうすぐ終わる、もうちょいかな、はい、余裕うぶった口ぶりがちょっとね、これちょっと辛いんだけどはい、15分経過です。でもだいぶ早いね、この前より前は40分だったからそう、しかも河原に落ちてるくっそ硬い流木でねやったからでかい練習のね違いはあったんじゃないですか、まあ、でも全然早いし手際も良くなってますね、練習の成果が出ましたね。そうですねまあ、それはいいとしてちょっと雨がパラついてきたんですけど頑張ってください。もう遅くですおはようございますみたいなね。あ、でもいいペースじゃないの、前回
前回が46分だった半分のタイムでいけるかな。はい、20分、もう20分、10分12秒。ナイフの説明でもしとく。なんかモラかななんていうコメントがニコニコの方であったと思ったので、一応ですね、モラじゃなくて、あのなんだっけ、バークリバーか、バークリバーの、ガニーのスカンジグラインドモデル、スカンジコンベックスらしいんですけど、のモデルを使ってます。でちょっと握りが細めなので、パラコード巻いて太くしてます。こんな感じです。ここからちょっとコンベックスになってるかな。でファイアシールくっつけてみたいな感じで、はい。でこれ、言葉の事故だ。ちょっとここの厚、まあ厚みはいいけど、ちょっとここがあんまり細くなく、モーラよりもこの R が大きいので、細かい作業は多分モーラの方がしやすいと思います。むしろあれで、あ、もう一応モーラも持ってるんですけど、あれでほとんど用は足りるもんね。まあこれは丈夫かなっていうのと、自分の好みで選んだんですけど、ちなみにナバロンさんが使ってるのも同じバークリバーなんですけど、バークリバーのライテンブロー、ライテンブローのグリーンライナー、ちょっと太めのやつだっけ、はい。あっちのは結構あの刃先が細くて細かい作業もいいんじゃないでしょうか。それもスカンジだったよね。それもスカンジコン構成も同じやん、うん、シープだっけね。さあ、そうそう、こんな感じかな。はい、オッケーオッケー、いいですか。どうぞ。はい、こんな感じです。23分8秒9。まあまあまあ、前回の半分の時間でできましたねちょっとナバちゃんの服で背景をピントが合わないので、ちょっとアップで、はい、軽く、はい、ブロントエンドで V ノッチでラッチノッチでサドルノッチ、ポットフックノッチ、スクエアリダクションでラウンドリダクション、うん、はい。でナバちゃんがこっちか、ブロントエンドの V ノッチのラッチノッチ、うん、な感じになりました。何回言えいや、二度も何のっちか言うのもあれかなと思って、まあね、でだいぶ雨が降ってきたので撤退します。じゃあ一旦はい、はい、というわけでトラスティック作りいかがでしたでしょうかって言われてもなんとも、ね、まああの暇なキャンプの夜とかその時でもあの練習にはなると思うので作ってみたらいいんじゃないでしょうか。結構うまくできると気持ちいいし面白いので、ナイフの使い方ね、新しいナイフ買った時にそういうテストもするみたいで、ね、そうね、そんな感じで今回は終了ということで、はい、じゃあ今日はこの辺でまた次回はい、お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。なんだろう、ウサギかアナグマとか、だいぶ深いけど上の方についてんのかな。マシャとかね。マシャ。あ、本当だ。なんだろう。トラッキング的なこともちょっと勉強したいですね。面白いよね。深い。入ってますか。誰だよはい